皿と調味料はあれだけど、ただ根っこが良かったから、いけたよね、みたいな。僕が今までやってきた活動とは別の形で、結果を残してくれたら、それはそれで嬉しいと思います。デザイン性高いチームが毎回勝つかっていうとそういうわけじゃなくて、先日はなんかお皿であって調味料みたいなことなんで、なんかこう根っこの部分とはまた違うんですよね。皿と調味料はあれだけど、ただ根っこが良かったから、いけたよねみたいな。先制点取られたらもうやばいと思うんで、日本代表は。先制点取られないグループリーグ3試合とベスト16まで行ったら1試合を見せてもらって、全部がもう結果うまくいくっていう、そういうなんかこう僕が今までやってきた活動とは別の形で、結果を残してくれたら、それはそれで嬉しいと思います。